真相ウェブから狙い撃ち、みんなの息の根止めるです。家賃滞納系 VTuber です家賃滞納系、はい、もっとヤバいリスナーの話はありますか？止めるの住所を特定されて、ポストの中にザーッと入れられました。毎日食べたい食べ物は何ですか？いや、いろんな候補ある。俺今いろんな候補ある。一個は酔い止め焼きそう、食べ物としてカウントしてそう。まあ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 、シンプルに肉、肉です。はい、ラーメン。俺ちょっと変えていい？あ、変える変える、もういいっすよ、いいっすよ、変えていい？いいっすよ。何で来るか、あの、なんで王将の、さっき言ってた、言ってた、焼きそば、王将の焼きそば、うわマイブーム、言ってた。見ていきます。餃子の王将の王の焼きそば。言ってた。うわ記憶から消えてた。いや、ラーメンで思い出した今。お風呂入らないとお聞きしましたが、最長何日入らなかったですか？最長どんくらい入んないんだろうな。俺の周りにも一人だけ昔いたけど、風呂入んないやつ。そいつは2週間に1回とかだった。いや、そんなもんか。でも最長だから。最長だから。分かんないとか言うし。数えてない。数えてないから分かんない。はい、20日間。だからもう10日目で折り返しです。まだ余裕だな。まだ余裕。3週間と2日。つまり23日。ああ。なんで23日かかんない。いや、見てね、突っ込まないでよ。なんかこう書いた方がとか俺言いたくないよ。突っ込まないでよ。ごめんごめんごめん。新入学校一応。そうだね。そうだね。週がね。週が。まあ、恥ずかしくてもうやだよ。これ23。23って書きたい。3年間と2日。はい。はい。見ていきます。14日間入りませんでした。いつもはだいたい1週間に1回ぐらいのペースで入ってます。俺が近いんじゃない？そうですね、うん、近いね。2週間。2週間2週間あ、やっぱ2週間ぐらいなんだ。なんでなんだろう。いや、わかんないわかんないちなみにそいつも女なんだけど、うん、そいつは別に臭くなかった。あ、臭くなかったな。すげえな。なんかそういうバクテリアかってんの体に。え、だってなんかもうそれこそ痒くなるじゃん、頭の中。なるなんか気持ち悪くなるじゃん、うん、ならないってことでしょ、うん、バクテリア住んでんじゃないの分解するちなみに今何日入っていない？今うわ難しい。むずい。それは分からない。難しい。それ当てれるやつはもう生理周期も把握してる最長2週間で、普段は1週間に1回。1週間に1回です。5日目です。4日目です。はい、はい、行きましょう。見ていきます。4日、入ってません。おまだ綺麗です。汚ねえもう半分過ぎたよ4日は折り返してるよちなみに彼女曰く、うん、毎日風呂に入るのは水の無駄遣いだそうですよなるほど。みんな水無駄遣いしてるって。あー、エコなんだねなるほどね。毎日お風呂入るのは水の無駄遣いだと。なるほど。みんな水無駄遣いしてって思って、うんうん、なるほど。何言ってんだと自分は1週間に1回でいいと水を大切にしてる。大切にしてるから。なるほどな。本当に入んないのかな。キャラとかじゃないのかな。気にならない？うん、いや、キャラ言ってる可能性全然ありそうじゃない？うん、まあそうですね。ただネネ丸から聞いてる感じガチっぽいんだよな。ネネ丸のあのトーンとかはガチっぽいんだよな。いや、どうなんだろうな。敵を騙すにはまず。いや、なんかどうなのって聞いたら、うん、いや多分ガチみたいなこと言ってた。本当かなと思ってたんだけど、多分ガチ。ガチなんか。とは言ってた。最近こだわっていることは？こだわっていること。はい。入浴剤を使い始めた。猫のおやつを最近あれしているんだろうな。ないこれだね。一週間に一回しか入んないですよ。なんで。ん、あ、入浴剤の剤違った入浴薬みたいなそうだやべ、もうダメだ。リットの方か、リットの方か。そうだ、入浴薬だこれ入浴薬まあ、あの1週間に1回しか風呂入んないんで、はい、まあ、ご褒美ですよ、要は水節約のためにやってるんで、多分、うん、なんでご褒美として入浴剤を最近使い始めましたと、はい、1週間に1回のなんかご褒美として ご褒美としてね、入浴剤こだわってると、ね、はいはいはい、さっき猫映ってたから猫のおやつにちょっとこだわり始めたんじゃないかなと思って。ああ。
やっぱこれだみたいな、今日はこれだ、うん、ランキングとか見て、チュールとか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 、うちの猫はチュール嫌いだけど、銀のスプーンとか、そう、一個も出てこないじゃん、一個も猫のやつ出てこないじゃん。最近こだわってることは側の可愛さ、側のアップデートにお金をかけてます。以上です。なるほど、考えすぎたね。そうですね、テイさんは恥ずかしめられただけだ。ただ入浴薬って書いてある。側か、後ろ持ってるペンかなんか、銃でしょ、銃2つとペン、アサルトライフル2丁と、じゃあアサルトライフルとスナイパーかなと、ロケラン持ってるでしょこれ。あ、これロケランなんか、うん、ちなみにいくらですか。側のアップデートにかかった金額、はい、普段どんぐらいかかるんだろう、そのアップデートって。これモザイクですか、ピオンですか。ピオンですね。ああ、じゃあこれです。はい、見ていきます。いや安いよそれ、いくら。ああ、これ絶対P入れてください。これのアップデートは、何くらいかかってます。うわ、めっちゃ言ったら殺されます。おお、奥から回ってる、回ります。なるほど、なるほどね。なんかピーヨンかけてくれって言ったんで、多分ピーヨンだし、俺らの回答もモザイクなんですけど、結構かかっちゃうんです。結構かかってます。あ、なんかそんぐらいすんな。回る部分をいくらで作ったのかも見積もりみたいよ。ここ動くのにいくら、ここ回るのでいくらみたいな見積もりが見たい。なるほど、俺正解ですかこれじゃん。そうですね、はい、VTuber あるあるといえば何。 VTuber あるある、前回はなんだっけ、ツイートやみがちだっけ。そう、確かに確かに。VTuber あるある、部屋が汚がち。あー、まあ日によると思うけどな、さすがにそれは。かなと思う。まあ俺ちょっとガチのやついっちゃいますね。はい、ガチのやつ、裏垢で愚痴ってる。やべ、全ての愚痴です。共演した人間も自分の運営の愚痴も全部裏垢で言ってます。あるあるか、言ってるんだ。言ってるのか。言ってんだ。怖い。見ていきます。はい、処女アピール。確かに確かに、まあそれもしがちだな。 VTuber をやっていてヤバかったことはありますか。ヤバいの出てるからな、結構似てるからやめろっていうアンチが届く、 V の顔が。そう、 V の顔が。ああ、なるほどね、はい、なんだっけ質問。 VTuber をやっていてヤバかったことありますか。これじゃないの。あれ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 。あ、もう一回言ってくるか。あれが一番ヤバかったみたいな、そういう話じゃなくて。もうまだあるってこと。わかんない。いや、まだあんなら俺怖いよ、もう。もう怖い怖い怖い。これじゃない。やばかったこと、 VTuber やっててやばかったこと、ポストにザーって、ポスターが一番やばかった、ポストにザーを入れられたこと。そっち、こっちじゃなくて、うん、その手前、こっちの方が、うん、まあまあ、でもこれは同一人物か、まあ、そうですね、同一人物なんで、世界で、はい。ポスター、まあまあやばいけどね、うちやられたって絶対嫌だもんな。やられんとは思うけど。やられんとは思うけど、でも鎮突はされてるから、別にいつやられてもおかしくないよ。怖いな、怖いよ。で、てか鎮突されてないの、だけどまだされてないと思います。 DM 見てる、 DM 見てないだけじゃなくて、いや、されてない。本当に、うん、DM 見てないだけでしょ。 DM チェックしてないでしょ。 DM 見てますよ。本当に見てます、うんうんうん、ちょっと遅れることはあるけど、多分、ね、見逃してるだけでされてるよ。いや、そんなこと、マジで結構な頻度で来るよ、だって。2、3ヶ月に1回起きてるよ、だって。それテルさんだけじゃないから。俺がそっちにモテてる。モテてんだと思う。可能性あるよ。マジかよ、やだよ。マジで、え、ちょ、父親にも聞こう。鎮突来たことあるよねって。多分ダステルとか、天気アドミンとか、絶対めちゃめちゃ来てると思うよ、鎮突。聞こう、来たことないっすよって言われたら、どうしよう。え、俺だけなのみたいな。そういう目で見るね。今だからこそ話せる話はありますか。今だからこそ。難しい。家賃滞納でバズったのが美味しいと思っちゃった。ああ、はい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 、はい、家賃滞納は良くないことだけど、それでバズってあの時はちょっと美味しいと思っちゃった。今だからこそ言える話、こんなんじゃないですか。個人情報をバラした時、うん、裏で相当切れられた。今だから言えるのかな。結構怒られたっすよ、うん、本当になんかみんなが想像してるもう数倍ぐらいの相当ぶち切れられている。まあ開き直ってるから、まあ別にそんな怒られてないと思うけどね。そんなか仲良さそうだから、そんなバーッともうお前さーとか言って呼び出さないよね。ネマルとかもお前マジであれないんだけどみたいな。ないべ。どうだな、怖い。おー、今だからこそ話せる裏話。デビューするときに、あの、本当に止めるお金がなかったので、デビューする条件が20万貸してくれることって言って、あの、借金をしてデビューをしました。
すげえな。すげえ。条件が。そんな切羽詰まっすんの。真相組の裏話は何かありますか？いや、いっぱいあるでしょ、そんな。ありそうだよね。なんだろうな。なんか思いつくのは。なんだろうね。全然出てこねえな。しかも言える範囲だからな。言える範囲で、いや、わかんねえ。わかんないね。わかんないね。難しいね。実はみんなアラサーですとか所属している人はいはい、はい、運営母体が実はこの間変わりました裏話で言える系っていうのがなかなか思いつかんよね。はい、スパチャのマージン 70% です。あー、なるほど。そん絶対ないけどなるほど、なるほど、絶対ないけど大体高くても 60% です70は俺聞いたことない。大体50か60。最近はちょっと下がってきて40とか30も聞く。なるほど、はい、やばい話。でもやばい話だからマージン 70% 取られてます。でないな、 70% は、ね、60% でしょうか俺。うちのマージン 60% です。真相組のスタッフと V が付き合ってた。言わんべえ。言えないか、言えないか、言わんべえ。たとえ付き合ってても、過去付き合ってたとしても、誰かと誰かが付き合ったとしても、言わんべえ。言わんべえ。ビアイベ中にあまり の現場のブラックさに耐えかねて、運営の一人がビアイベ中に逃げました。うん、え、リアイベ中にスタッフ一人逃げたの？もうやだって。マジですごいな。当日来なかったとかじゃないんだ。逃げたんです、リアイベ中に、うん、あれあいつはみたいな。そっから連絡取れないみたいな。怖マジか。しやべえじゃん。やべえじゃん。全然これよりやばいじゃん。全然やばいじゃん。全然やべえ。マジか。おもろ。真相組の裏話は何かありますか？丸に。丸に。掘ろうとすな。よそさんの闇を掘ろうとすな。パッて飛んで辞めた人が気づいたらまた働いてる。同じ真相組。同じ真相組。あ、俺それに今近いこと書いてたの。あ、マジで。そのスタッフが別の箱で働いてる。あー、はいはいはい。の最近なんか周り巡って聞いたみたいな。はい、それもありそうだな、うん、そっちの方が現実的だな、うんうん、運営の人は真相組じゃなくって別でもお仕事をされてるんですけど、その時に息の根止めるの話題が出たらしいんですけど、関わってると思われると仕事上よろしくないので知らないふりされました。つら。関わってると思われると仕事上良くない。なるほどな、スランプにされたんだ。それを言うなよ。本人の耳に入れるなよ。おもろ。最近息の根止めるが面白いんだよねみたいな話で、あ、そんなんいるんすね。真相組のメンバーのヤバい話はありますか？メンバーネネマラしか知らんのよ。なんだろうな。実は風呂に入らないやつもう一人いる。あ、私だけじゃない。いてもおかしくない。水を大切にするやつは私だけじゃない。俺はね、誰かは言わないけどメンバーにアラフォーがいる。裏話だわそれ。言わんか言わんか言わんか。一回怒られちゃってるから。アラフォーいるのバラしたらかなり怒られるわ。いっぱいやりまーす。あ、でも今まで真相組の他メンバーのヤバい裏話を配信中で言い過ぎたせいで、最近ガチ上に言うと怒られるのでここでは言えません。契約書更新するぞって言われてるんで。大人の脅し方されてる。しっかり怒られてる、これは。契約書更新するぞ。大人の怒られ方してるんよ。怖。何か特技はありますか？特技。はい。はい。イルス。イルスです。はいはい。イルスしてましたからね、なんかゲーム最中に。ピンポンを、やべやちだって。それでバズりましたからね。料理ができます。おお、できなさそうだけどな。いや、わかんない。ここで風呂入らんやつ料理できんやろ。風呂入る時間を料理に当ててるかもしれない。はい、見ていきます。どんな環境でも寝れます。あ、小学生の時何になりたかった？28でしょ。28。プリキュア世代でしょ、だから。あ、そうだね。うん、ギリお邪魔状入るか。お花かな。お花になりたいとかないから。お花屋さんだから。せめて正解してないじゃん一回も。
金持ちになりたかった小学生の頃から、はい、はいはいはい、まあ、僕も似たようなやつですよ。小学生の時になりたかったもん、強くなりたかったおお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 、当たったら100ポイントください1ポイントです人気者。あー純粋最近買って良かったものは何ですか。なんだろう、新しい酔い止めV のアップデートパーツ。あー、それだ、はい、それだ、お気に入りでしたから。最近アップデートしたのもね、はい、クワクル回ってましたからね。書き直して最近買って良かったもの、なんかあるかな。うん、帽子リアルな話、リアルな話だった帽子 V の側って言っとけよよく見る YouTube 動画は何ですか。同じ V 見んのかな。どうなんだろうね、まあ勉強のために見るかもね。歯の治療系動画、歯やっぱ虫歯だらけなんで、うん、やっぱまあその歯医者とかも多分検索はしたはずなんですよ多分、うん、なんで、まあ、レントゲンとかももらってるんで、うん、いろいろ検索した結果おすすめされるんですよ YouTube に歯の治療が、うん、僕も親知らず抜いた時に歯の治療系動画がおすすめされたんでなんでこれだと思います僕はですね、ちょっとまあ真面目に ASMR の動画をよく見るんじゃないかなと、うん、理由はない勉強のためとかでもないないないディスカバリーチャンネルの全裸サバイバル。あー、わかる、わかんない無人島に一つだけ持っていくとしたら何。まあ全裸サバイバル見てるぐらいだからサバイバルナイフ。家言えねえのに言えねえのに、あの倉庫ベアグリルス。なんて、んベアグリルス、何それ。何それ。冒険家さんですね、ご本人様ですね YouTube ご本人様です人です、冒険家さんです。冒険家、冒険家、サバイバルとかが上手なの。はい、サバイバルの、あベアベアベアグリルス、ベアグリルスさんを連れてくと、はい、あ、なるほどね、はい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 、はい、サバイバルの冒険家を連れてけばなんとかなるでしょう。そうそうそうそっちだけ持っていくものを人を物と数えたそうだね、なるほどな、ベアグリルス覚えました。新装組に入るきっかけは何ですか。20万円貸してくれたから、お待ちに誘われたから。はい、生星ちゃんって子がいるんですけど、その子に、誘われて入りました。はい、正解。これ正解です。生星ちゃんはあれか、新装組の子か。新装組で仲のいいメンバーは誰ですか。生星ちゃんなんじゃないの。ああ、全員と仲いい、仲悪い人はいないです。いや、この間なんかめっちゃ揉めてたよ。あ、マジでマジでマジでこの間なんかチラッとしか俺知らんけどなんかめっちゃ喧嘩してたねマジか、結構えぐい喧嘩してたね怖裏でやり合わないと表でやり合ってたはい、生星ちゃんとねねまるちゃん、これは1ポイントで、よし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 。その理由は何その理由ってその理由、理由、仲がいい理由、気が合うから、一緒にゲームしてくれるから。最後何それ。してくれるしてくれる、あ、同い年だから。ああ言ってたね、どっちもそうか、うん、バラした、いや、バラしてた、かわいそう小学生の頃一番ハマったゲームは何ですか。星のクラービー、ポケモン、たまごっち。ああ、若干世代ずれるよ、たまごっちは。なんでたまごっち。なあ、たまごっち28でしょ。だってたまごっちって俺より若干上の世代で、あ、なんかたまごっち新しくなって、なんか、あ、そっかそっか、すげえ変わったなってさ、あれだ、そっちに行ったんだ。なるほど、そっちに行ったんだたまごっちの64のゲームがハマったもんな。あった、そんなあった。何戦わせんの。あ、なんかサイコロとかで回してなんか進んでいく、うん、すごく人生ゲームみたいな感じの。へー、最近一番ショックだったことは何ですか。はい、ボス座、まあ、最近かどうか分からんけど、うん、僕はちょっと、はい、さっき出てきた男ですね、アヘおじさん。あれ、ね、あれか、あれ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 じゃなくてあれ怖いなあれじゃなくてあれか、それ池さんのオリジナルキャラクター寝てたら刑事課の人が来てますって叩き起こされて、外に出たら警察が6人いたこと。なんで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 、怖い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 、ショックだったとこじゃないもん。こちら気になりすぎたので詳しくお話を聞かせていただきましたおー、はい、聞いたか、全然知りたいもんなになになに、え、両親から捜索届を出されていて、この連絡を自分はずっと仕方してたんですけど、どうしても特定したかったらしく、警察に息の根止めるっていう YouTuber が、止めるが今住んでる社宅に監禁されているっていう
封書が届き、それで刑事課の人が動く反面になり、トメルが監禁されてるんじゃないかということでお家に来ました。なるほど、なるほどね。ガチ家でだから親が探してんだ未だに、うん、28歳だけど28歳も本当に出んちゃうか、うん、なんだか嫌で家出しなの分かるやろ、うん、なるほどな、あ怖いな。いや寝てて警察来て出てったら刑事さんいっぱいいたら、うん、なんだなんだってなるよな、うん、何でだってなるよお実家と仲が悪そうですが一体何があったんですか。一体何があったか、何があったか、何があったか。まあ普通に DV じゃないの、ドメスティックなバイオレンスだったんじゃないの。それ以外思いつかんけどね。結構な厳格あるちょっと上流階級みたいな実家で結婚相手を勝手に決めさせられたあなたはこの人と結婚しなさい、はいはいはい、で逃げてきた、逃げてきて、いやー、はい、2人そうな、はい、見ていきます。簡潔に言うと、お母さんがものすごい毒親でものすごい教育ママだったんですよね。それで暴力振るわれたりとか、まあ、いろんなことがあって逃げました。詳しくは息の根止めるの切り抜きを見てください。たくさん上がってると思います宣伝上手やん、宣伝上手、急に宣伝やんいいねいいよ宣伝、いいよこの話を知りたければいいよなるほどな、毒親だったと。これ俺正解じゃないですか。はい、1ポイントね。はい、これ僕のちょっと惜しかったね、最後惜しかったね。はい、最近ついた嘘は、最近ついた嘘、ついた嘘、あ、俺は分かったわ。11歳ってさっき嘘ついてたまあまあ28歳のくせにまあまあ28歳のくせに11歳って言ってましたまあ最近ついた嘘がもう許すなんじゃないかな。あー、はい、最近ついた嘘、最近ついた嘘、最近ついた嘘、つきすぎて分かりませんあれ、この答え前もあったの。何前もあったぞ、誰かやった、誰かつきすぎて分かんつきすぎてつくな最近あった事件は何かありますか。はい、家にポリが来た件じゃないの。あ、それが最近あった事件。あー、そっか、他にもまだあるのカラン万丈すぎるでしょ。え、俺もそれがいい私、ポス座にしときますわ。なるほどね。警察に家の中突入されたんですけど、その時にあまりにも急に入ってこられたので部屋の掃除ができなくて床に電マガン転がってるのを見られたことなるほどな、ね、それはちょっと恥ずかしいな、恥ずかしい事件だわそれは。もうもうそんって顔しなきゃいけない別にマッサージ器具だけど何みたいな別にマッサージ器具だけどみたいな家にポリは若干違うか、ちょっと電話だ、電話って書いてくれれば電話急にこう流れて電話って書くわ、わかんわお金と愛、大事なのはどっち。金です、金です、金です、シンクロしちゃう、圧倒的金です。はい、野岡さんは。僕は愛で言ってますよはい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 、好感度上げに来て愛、愛があればお金はもらえるので。ほう、なるほど、なるほどな、愛があればお金もらえる、確かに愛がなかったらお金もらえないかも、もらえないかもしれない。そうですね。でもってことは結局お金が大事、金なんじゃない、お金が大事、お金が大事じゃん。まあ愛ですよ、愛があればお金がもらえるから、うん、お金じゃん。愛があればお金ももらえるから、もって言ってた、本当にお金がって言ってなかった、うん、愛があればお金はもらえるので、お金はお金はもらえる、お金はもらえる、まだお金が大事なんです。お金が大事、お金大事なわけじゃないです。お金別にもらえるよみたいな、愛があってもお金はもらえるから金は二の次だよだってまず年収見てんだよこの人まあそうですね、うん、それでちょっとピピってきたけどこれはいやだからこれは嘘です。うん、つきすぎてわからない嘘の一つこれはファンに向けてですよ。まあそうですね、金って言ったらファンがちょっと食いつき悪いんで、うん、愛って言っとこうみたいなしかも愛それイコール、それはイコールお金だよっていうことですよ。そうそう、言ってるもんね、愛イコールお金だよってことです。初恋は何歳。10歳。ハースワイ、初恋12歳ぐらい、鋼の錬金術師のヒューズってキャラクター。ヒューズかヒューズね、いやー、まあ、わかるよ。でもいや、まあまあまあわかるわかる、ヒューズはかっこいいもんな、うん、かっこいいもんな、うん、12歳かヒューズ理想の男性はどんな人。ヒューズみたいな人でしょ、じゃないの。どうですかね、めっちゃ書いてる、ゆきさん
そんな長文書く。はい、せーの、金持ちのヒューズ。年収2000万以上で、イケメンでお金使い放題。そんなみんな好きだよ。俺も好きだわ。いや俺も好きだわ。見ていきます。ビル・ゲイツ。金じゃん、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 そうです、金じゃん。あ、いや、ね、かったかも。さっきのポイント入れときましょうか、金で。入れとこかね。あれは俺らの正解じゃん。憧れのプロポーズのシチュエーションはどんなの？みんなディズニーって言うんだろ？どうだろうね。結構擦れてそうな感じもあるよ。ディズニーランド。今言えないんで、住む家用意してよ。で、プロポーズ。一緒に住もう。うわぁ。一緒に住もう。めっちゃいい家。あり得るな、あり得るな。今、監獄みたいなとこにいる。窓のない。息のね、止めるっていうコンテンツがすごいかそって、 VTuber 活動だけで生活ができなくなった時に、うん、DM とかでずっと前から応援してました、一緒にまずは同棲してみませんかみたいな感じで誘われるのが理想。嘘やん。嘘やん。嘘やん。これはガチ恋勢ファンに向けたジャブやん。じゃあずっと見てて最後までずっと応援しとけよっていう、うん、えぐいパンチ打つやん。やばい、ひねりの入ったパンチ打つやん。えぐいえぐいえぐい。お前らいつかタイミング来るんだぞと。応援し続けてれば、うんうん、いつか付き合えるぞっていう。そういうもう餌。餌ぶら下げた今。びっくり、俺らに向けての回答じゃなかったマジで。もう完全にディアコイゼのファンに向けた回答した。今餌をぶら下げた。ほうわほうわ。だって俺これ言ってるやつ何か知ってるもん。VTuber で、VTuber でこれ言ってるやつ結構いるんだよ。そうだね。餌餌餌餌ほうわ。餌ぶら下げた、怖っ。すごいな。これガチコイゼに聞くんすよ、しかも。ね、どうしようこれ P4 になったの。彼氏の浮気現場を目撃したらあなたならどうする？ピッピの浮気現場を目撃したら監禁する。ドロップキック。はい、インターネットで暴露する。一番怖え。一番嫌だ。こいつ童貞だなと思う瞬間は？生放送中にエロい質問をスパチャしてくるやつ。あー、俺近いです。生放送中にエロい話にやたら食いつく。だからさっきの電話みたいな話とかも。はいはいはい。電話何に使ってるんですか？そう電話何に使ってるんですか？電話何に使ってるんですか？どんな電話ですか？もう話しすぎて違う話してんのにもう掘り返してきて、ちょっとワイヤレスですか？ワイヤレスなんですか？大きさもあったんです。色はめっちゃ変わった。他に何使うんですか？いそうなんだよ。そうだよ、いそう怖い。はい、見ていきます。はい、女はみんななんかセックスが好きだみたいな感じで思ってるような発言見ると、うわこいつ童貞だなって思う。そんな発言するやついんな。いるんだ、怖い。まあツイッターとか、うん、まあどこかな、配信そんなことさすがに言ってこんだよ。まあ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 童貞です。童貞です。僕童貞です。アコイチのエロいエピソード教えてください。見に行ったことがあります。めっちゃエロかった。何フェチ？そんなことねえから。いや、めちゃくちゃエロいからなみたいな、なんかそういう。